センスな旅への招待。ふるさと鹿児島、霧島アートの森で開催中の植松啓示展についてお伝えします。会場ではインスタレーション、展示する作品とともに場所や空間全体を含めてアートとして体感します。これこの得意な空間でどんなことができるかな、こうワクワクしたわけです。今回本当に霧島と桜島とに関わってインスピレーションをもらって触発されて考えた中で出てきた作品です。植松さんは兵庫県出身、ヨーロッパやニューヨークなどで個展を開催、国内外で高い評価を得て今は箕面市とデュッセルドルフで制作発表しています。こちらでは植松さんの展示作品のアイデアスケッチや制作風景を映像などで見ることができます。自然と地球と宇宙との関係の中で僕たちが気がついていない見えないもの、例えば重力、そういう見えない重力を見せるとか、そのいろんなこの現象的なことに関して興味がすごくあります。そういうコンセプトでその作品を作っていこうと。一本の木、無意識の重力感覚を表現。一本の木が天井について、結局この三方で引っ張って、まあ立ってるんではないですけど、浮いてはいないですけど、天井に突き上がって力でこの保たれてると。それでここちょうどこの空間が綺麗で、見た目やっぱり不思議な感じがするようなこういうのを作っています。植松さんの作品は霧島アートの森の屋外にも展示しています。重力、バランス、浮遊感、自然と人間の関わりなどを表現。もう今回ナンセンスな旅への招待という形で、美術はやっぱり見たことも聞いたこともないような世界に連れてってくれると思います。見えない世界を、皆さんが見える世界を作れたらいいなと思うとですね、これで一緒に感動を共有できたらいいなと。植松啓示展、人間、自然、地球、宇宙の関わり、見えないものを作品で体感する現代美術の最前線は、ワクワクする感動であふれています。新型コロナワクチンについてのお知らせです。ワクチンの追加接種により低下した重症化の予防効果などが回復するとされています。3回目接種を希望する方は早めの接種をお願いします。また、60歳以上の方などを対象に4回目のワクチン接種も始まっています。詳しくはお住まいの市町村までお問い合わせください。